おい、お前らに聞きたいことがある。数千倍の倍率から見事皆が憧れる女子アナ、いや女性アナウンサーになったお前らは、数千人の女子大生たちを蹴落とし、叩きのめし、這い上がり、夢見る女性たちに本当の才色兼備とは何か、本当の清廉潔白とは何かを見せつけた。就職戦線の勝ち組、いや頂点を極めた女性たちであると言っていいだろう。周りを蹴落とし夢をつかんだ秘訣は何だったんだ。なんだその顔は、嫌な感じがしただろう。だがな、人生とはそういうものだ。柔道界では小学校の学年別大会を廃止したのを知っているか。理由はこうだ。行き過ぎた勝利至上主義が散見されるからそうだ。勝利至上主義に行き過ぎも穏やかもない。武道の精神は敗者をいたわる心だ。だがな、いたわるその心は勝者にしか宿らん。人生負けたから強くなれるんだ。女性アナ就職とはまさに人生の縮図。時が経てばビールを煽り、ふんどしを吐き、ホラ貝を吹いたりする。それは全て壮絶な戦いの後遺症だ。全国のミスキャンパスから日本一のミスキャンパスを決めるコンテストが行われ、グランプリに慶応大の石川りりかさんが輝いた。アナウンサーを目指して頑張りたいと思います。角さんみたいなアナウンサーになりたいと思います。タレントよりもアナウンサー、そんなに女子アナは魅力的な職業なのか。ギャラよりもやりがいのある仕事なのか。実際のところ、当の就活生たちはどう考えているのか、アナウンサー志望の学生に聞いてみた。青山学院大学2年、曽我弁舞さん。具体的にどこの局に入ってっていうのは考えてなくてですね、沖縄から北海道までもう全部の局をもう受けたいなというふうに思っております。まあ、アナウンススクールに2年間通っていたというものもあるんですけれども、で途中で3つ掛け持ちしていたんですけれども、今は1つに絞って通っています。家で滑舌の練習とか、なんか個人的にやってたりするんですか？新聞の切り抜きをいくつか用意しておいて、それを1分間でちょっと説明してみるという練習を個人的に行っています。急に何か説明しなくてはならないっていう時に、やっぱり普段から練習してないと言葉が出てこなかったりすると思うんです。という曽我部さん、大学1年生の頃には例に漏れずミスコンに出場した経験があるそうで。ミスコンに出たからアナウンサーになってるわけではないっていうふうに、私は最近では考えるようになっております。というのも、何かそこから学びがあって、人として成長して、結果的にそれが受け入れられてアナウンサーになってると思うんです。そんな曽我部さんからゲストの皆さんに質問。どういうふうな勉強をしたら言葉を大切にできるかというところで、今ちょっと悩んでおります。よかったら教えていただけたら嬉しいです。がアナウンサーの方々の人間関係って結構複雑なんですか？だそうです。ぶっちゃけこの後教えてください。立教大学2年の篠部ひな子さん。私はスポーツをずっとやっていて、小学校1年生から現在までカーリングをやっているんですが、一番はオリンピックというその選手にとっても最高の舞台で、私も取材することができたらなと思っています。アナウンススクールには昨年の春から通っています。あとは自分でやっていることとしては、放送局のニュースサイトを見てニュースを声に出して読むというのを時間がある時にやっていて、アナウンサーの方の話し方を真似しながら練習することができるので、その方法をやっています。大学の先輩でアナウンサーに内定した人がいるそうで、恵まれた環境の中で就職活動に本格的に取り組み始めたばかりだという。どんなこと聞きたいっていうのはあったりしますか？アナウンサーは表に出ている仕事っていう印象があるけど、裏で仕事をしている方がもう何倍も多いっていうのを聞くので、例えばスポーツの取材に行く場合はどれだけの準備をしてから行くのかっていうのは気になります。服装やメイクなど自分で考えているのかメイクさんにしてもらっているのか気になります。先輩方こちらも教えてくださいね。けなげな女子大生たちの思い、できることなら全員の夢を叶えてやりたいくらいだ。だがな、どの職業でもそうだがイメージと現実は違う。元東海テレビアナウンサーの元刈谷はこんな過去を告白した。私は入社初日からテレビに出させていただいて研修が足りてない形で出たんですね。なのでなんか元刈谷リーナが出る限り東海テレビは二度とつけませんとか、それをなんか番組を手にたくさん届いてて、それを何か知らないけど見せられたんですよね。それとか辛かったです。その当時は手の皮が全部むけて手のひらに皮がなかったんですよ、ストレスで。で舌に発疹が出て、そうなんか味もわからない時期が最初の頃あったんですけど、そこをなんか慣れですね、本当に慣れていくと大丈夫になります。さらにこんな裏話も。先輩からのお叱りで個室に呼ばれてすごい怒られて謝らなかったんですよ。自分は悪くないし言いたいことをやりきったと思ってやってたんで、そしたら先輩に「はい、はい、ごめんなさい」って言えってずっと言われて「はいすいません」って言うまで帰らせないみたいな感じで言われて、先輩に怒られた時はすごいやめたかったです。では逆に採用する立場はどう思ってるのだろうか。かつて「ヒルナンデス」に水卜麻美アナを起用し好感度ナンバーワンのエースアナに育て上げ、日テレ学院アナウンススクールの講師も務める村上和彦氏に聞いてみた。新番組なのでまっさらな感じがいいかなと思って、レギュラーさんが、グルメリポートとかに行くっていうのが当初からついてるフォーマットで、ある時ねどうしてもその日のロケキャスティングできなくてスケジュールが取れなくて、じゃあどうしようかってなった時に三浦買ってみたらって火曜日のチームに行って、要するに局アナってギャラかからないんですよ。デパ地下のグルメリポートに行ってもらったんですよ。そしたら意外とぎこちないながらも食べる姿が結構様になっていて、意外とうまいなって思ったんですよ。あえて村上さんがうまいっていうのはどこなんですか？自然なんですよ。美味しいっていう表情とか、本当に美味しいと思っているなっていうのが伝わるんですよ。表情とか微妙な、こう食べた瞬間の目の輝きとか、それが非常に自然で、これは美味しく言わなくちゃいけないから美味しく言おうっていう計算が全然ないんですよ、食べた瞬間の表情。だからアナウンサーとしての資質があったっていうことになりますよね。捨て身でいけ、捨て身で自分らしさを出していった方が伝わるものがあるんじゃないかなと思います。愛される要望でいてください。わかります？風貌、清潔感があるとか笑顔が素敵とか、そういう人物であるように心がけてますね。今回ゲストに馬場典子さんがいらっしゃる。ご無沙汰してます。笑顔が非常に愛される感じなんですね。そうじゃないところに使っていただくと非常に気遣いができるので、この辺の人柄っていうのも画面通じて出てるんじゃないかなっていうふうに思います。大丈夫ですか？これ本人がスタジオにいるから、そういう言い方するしかないんだけれども、ちょっとやっぱり村上さん褒めてくれるなんて珍しいと思ったら、そうなんですね。ごまつりだった。ありがとうございます。ね、学生、現役のね学生の方からの質問もありましたけれども、どう勉強したら言葉を大切にできるかというね、結構こう難しいです。難しいです。勉強っていうより本当日々の心がけかなとは思いました。なんか自分に正直に、あと相手に誠実にってことを心がけてると。なんか自然と言葉に宿るし伝わるんじゃないかなと思います。あとやっぱり普段使ってる言葉が絶対にしか話せないから、普段からその話し方とか言葉のチョイスっていうのは意識してないと絶対にこう面接とかでは出てこないだろうなっていうのは感じました。なんかでも本番前に大島さんがちょっと独り言言ってたじゃないですか。ブツ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 。で私アナウンス試験でも結構行く道すがら試験向かう時ずっと独り言でずっと周りの情景見ながら喋ってたんですよ。それは実況の練習でしょ。実況リポートなんか常にちょっとでも言葉がすぐ出るようにする、でそれもある意味自分の自然の言葉でってなった時にそれが出ますよね。なんか大切にするじゃないですけど、だから独り言言ってるのって、あ、いや無意識だったから全然多分ね、実況練習と独り言全然違う素敵だなと思って。全然違うけど、確かにずっと頭の中で考えてるだけだと、いざ喋ろうとなった時に声が出なかったり言葉が出なかったりっていうのはあるなっていうのは思いますよね。質問、曽我部さん、曽我部さんがしてくださったけど、逆にきちんと喋ることがとてもできているから素が見えづらいなと思った。もっとなんかまさにだから普段の日常の言葉遣いをむしろもうちょっと出せると、すごいきちんと習ったきちんとした喋り方だけをしていると、その人らしさが意外に伝わりにくいなっていうのはちょっと。なんかあまりこうやっぱりアナウンサーって綺麗な日本語を喋らなければいけないっていう風に考えすぎちゃうと、私も入社した時とか周りアナウンサーだらけじゃないですか。でもう一言一言喋るたびに、あ、今ラヌキ言ったとかあるよね、そういう風に言われちゃうってなると、もう顔もこわばって逆に人と話せなくなっちゃって、新人の頃結構それってすごく不愛想な人間だと思われていたことがあったんで、あんまりね、最低限の喋り方とか日本語を考えとけばいいんじゃないかなってね、学生時代は思いますけどね。本当にね、結構いろいろ言われるんですよね。3番のアクセントとか、なんか電話取った時に3番ですとか言うと3番ねみたいな感じで、なんかそういう話せなくなっちゃう。いろいろそういう新人の頃の記憶が蘇ってきたりもねしましたけれども、なんかそういう注意とかあって、そのなんかこう人間関係ギスギスしたりするもんなんですか。それともこう絆が深まるもんなんですか。どうですか皆さん。これは難しい。なんか上にどういう方がいらっしゃるかにもよりませんか。アナウンサーの先輩がどういう方がいるかによってちょっと会社の雰囲気はそれぞれ違うんじゃないのかなっていうのはありますよね。あと結構そういう注意が飛び交ってるから、もうそれがだんだん日常だなっていう風になって慣れてくるっていうのと、逆に指摘してくれていることがいかにありがたいかっていうことをだんだん年次がこう重ねていくうちに、特に2年目がまだ本当にピヨピヨなのにほっとかれるんですよ。そうで、そう新人が1年目のあれありがたかったんだっていう、怖いですね。その時は辛いけど、後からわかる。気づいた頃にはみたいな、そういう言われないっていう怖さもねありますよね。そして本仮屋さん、局アナ時代結構メンタルをこうね、いろいろこう鍛えられたというようなねお話ありましたけど、皆さんもありますか。人知れず泣いたことですとか、そういうないですか。私はよくトイレで泣いてます。そう、泣くなトイレでね。泣くなトイレでって言われたりしますよね。人前で泣くのはずるいなみたいなのはね、一応そんな意地はありますよね。私リアルに泣いたわけじゃないんですけど、あるスタッフさんに、いやもう僕ね、馬場ちゃんのこと信用してないんだよねって一緒にやってる総合演出の方に言われて、あんまりそういうのなかったのですごくショックで。ね、あれこっちはあなたの言ってることがすごく理解できるし、それに応えられるようにって思いはできてないかもしれないけど、思いはあるのにそもそも信用してないって言われたのがすごいショックで、で同じ人にその何々さんみたいにって別のアナウンサーの例で言われて、じゃあその人使い目でそういう関係性だったから、すごくいじけてってことありましたね。でも〇〇さんみたいっていうのきついですよね。しょうがないやんって、私だから、私だったらどうできるかを一緒に考えてできればね欲しいけど、やっぱりアナウンサーってなかなか、さっきの村上さんがじゃあ水戸ちゃんのこんなところが素敵だから、でまた水戸ちゃんがそれに応えてっていうのは理想なんですけど、結構やっぱセルフプロデュース求められるっていうのが私向いてなくて辛かったです。報道ずっとやってて、現場取材日々毎日だったので、報道形態っていうのをこう持たされてたんですね。なのでもう早朝だろうが深夜だろうが、何かが起こったらもう呼び出されてすぐに行けって言われて、もう上野動物園からニュージーランドみたいな時とかもあったんですけど、もうそう本当に何の予定も立てられず、何のプライベートもこう予定入れられずで、頑張って3日取材したのに全く映んなかったりとか、もう何日も取材したのが外録の手だけしか映ってなかったとか、何のために働いてんだろうなっていうふうに精神的に思ってしまうっていう辛い時期はあったなって思いますね、今考えると。なかなか、でも本当に今考えたらビールにつながった。あ、そうですね。すべてはビールにつながった。すべてはビールにつながった。確かに飲むというのも。はい。ちょっとよろしいですか。はい。実はですね、私ちょっと本日内部資料の方を入手しておりまして、何ですかそれ。ちょっとグッとくるですね、ちょっと本音のトークをもうちょい聞きたいなということで、私たちが上辺だけみたいな、僕は芯から出てくるやつを欲してます。ということでまずはちょっとこちらから聞いていきたいんですけれども、分かってないです。エントリーシートや面接などパスするためにはそれなりの作戦があったと思うんですけれども、作戦上の戦法としてついた本音と嘘、使い分けた部分はどこですかということをちょっと聞きたいんですが、なんか秋元さん、こっちに入ってきてる情報によりますと、なんか他の局に落ちてしまって、で在京キー局はテレビ東京しか残ってなかったから受けに行っただけですけれども、第一志望はテレビ東京というふうに言ったというふうに入ってるんですけれども、それ言いますよね、それはみんな言いますよね。だってなかなかテレビ東京第一志望っていう方ももちろんいると思うんですけど、やっぱりね、順番に受けて、早く内定がもらえればそっちの方がよりいいわけで、でもやっぱりテレビ東京って私たちの時代は一番最後だったんで、他に落ちたから私ここに今いますっていう中で、でも第一志望はどこですかって聞いてくるんですよね、試験官が必ず。それはもちろんそんなとてもじゃないですけど、フジテレビですとかテレビ朝日ですとかもちろん言えないので、あ、テレビ東京ですって言って、そしたらでも今度なんでとかって突っ込んで突っ込まれます。でもう私も正直ほとんどテレビ東京の番組とかちゃんと見たことがなくて、どうしたどうしたそうなので、でもやっぱりテレビ東京ってやっぱり日本経済新聞系列なので、経済に強いということは明らかに分かるので、やっぱり私大学の経済言論とかいう授業とかも全部本当にギリギリでなんとか単位取れたぐらいにあんまり好きじゃなかったんですけど、将来は経済キャスターを目指して経済をやっていきたいと思うからテレビ東京ですって言いました。でも一つのねやり方というかね、その就活の方法だなと感じますよね。まあそれ言うしかないですよね。リップサービスじゃない、嘘ではないですよね。嘘ではない。いや本当に本当に各局受けるときそれぞれの局の好きな番組とか好きなアナウンサーっていうのをちゃんと自分で考えていくし、本当に受けてるときは自分はこの局が一番好きだと思って受けているから間違いじゃない。絶対間違いじゃない。世を渡る上で絶対必要なことですよね。絶対間違いじゃない。他何か篠宮さんありますか？馬場さん、馬場典子さん。やっぱ嘘はついてはいけないけど、すべては特に話す必要ないっていう感じですかね。そうです。でも私ちょっと今反省してます。そう。はい、だからついついね、学生の皆さんピュアだから全部を喋ろうと思うけど、すべて要は自分のそのマイナスに取られかねない、誤解をされかねないところまでは言わなくても、全部を話さないことは嘘をついてることにならないよっていうのを言いたいと思って、嘘はダメだよって書いたんですけど、はい、で全部を言う必要ないよって書いたんですけど、私。そもそも本当はそうアナウンサーは練習で受けてて、そうでした。そうだからいらっしゃいますね。そうでした。そう。練習でそもそも大嘘ついてたんだと思って今。すごく反省。そうだから志望動機とかっていうのももちろんそうだから秋元さんたちのあれじゃないんだけど、でもやっぱり練習って言ってもつまりこの企業に入るためにはっていうところは真剣に考えて、日本テレビだったらっていうのは確かにやっぱり考えた。日本テレビでアナウンサーをやるんだったらこういうアナウンサーになりたいっていうのは考えたけど、もともとが嘘つきだったってことを今思い出してちょっと反省してます。でもそれで受かっちゃうわけですもんね。すごいですね。だから運も結婚運とか全部使い切っちゃった感じですね。そろそろ溜まってきてんじゃないかなって気もするんですけど。本当は馬場さんはアナウンサーではなかったってことですか？私マーケティングの勉強してたので、コンサルタントとかあと CM を作るとか。なんかそういうのに実は興味があったんです。キャッチコピー作るとか。でも今フリーになられたらそういうことも続いて桃子さんできますよね。桃子さん、はい。7社ぐらいしか最終試験には行ってませんでしたがというふうに面接でおっしゃられて、およそ10社以上という四捨五入形式にされたと。あ、そうですね。そうですそうです。その当時に。最終試験はどのぐらい行ってるんですかって面接官に聞かれることとか、内定ってどのぐらい出てるんですかって聞かれることって結構地方局だとあるんですよ。でなんで最終は7社なんですけど、この後あと3社ぐらい受かるだろうってことを考えて最終まではいけるだろうってことを考えて、そうですねおよそ10社ぐらいですねってちょっとちょっと上に2桁に持ってこうかなみたいな、すごいですね7社、いやでも最終的には15社もうトータルして私50社以上受けてるので、もう落ちに落ちまくった人生なんで皆さんとまるで違うんですよ、本当に生きてるところが。だからなんで最終的には15社受かってるんで、これは大丈夫です、結果オーライです、大丈夫でした。15社それはちょっとね言うというか、ちょっと盛るじゃないですけど、嘘ね、それはありますよ。前の変換ですよね。およそをつけて予言も含めていけるようになった。それはありました。それは申し訳ないですけど。あとそのももこさん、受けはった時に相手の反応が良くなかったら即戦力となりうるよう必ず正常いたしますと。含みを持たせて会場を去っていたっていう。そうですね、ちょっとこの読みが甘いんじゃないかとか、あったら思った以上になんかちょっと雰囲気が違ったねとか言われることがあったんですよ。すごい悔しくて、あ、じゃあもうちょっと成長して戻ってきますと、また半年後とか今後試験があった時にはよろしくお願いしますって言って帰ったんですよ。印象に残るわ。いやで帰ったらその後半年後に電話が来て、もう一度試験に来てくれませんかって言って、あなたのことが見たいですっていうのが正直何局かあったんですよ、会社側から。すごいですね。それはもう半年間何してたんですか？半年間だからもちろんずっとアナウンスの練習をして、マンツーマンのアナウンススクールずっと恩師の下で教えてもらってたんで、もう常にその言われた癖は絶対に直すとか、もうとにかくもう日頃外に出て独り言でああだこうだずっとなんかリポートしてみたりとかしてましたね。その間もアナウンス試験受けてみたいなやってました。自信あったんですね、そんだけ練習してはるから。だから即戦力になりますよっていう強気な発言もできるというか。いやむしろ結構その面接官でそんな厳しいこと言ってくる方って少なかったんですよ。あんまりもうそっぽ向いてたりとか、あ次どうぞって言ってなんかこうさらりとした方が多い中で、あこっちにこう言ってきたんだと思ったら確実に返したかったんですよ。次会った時にもうもし会えなかったとしても他の局でアナウンサーになっても絶対目に入れるようにするからなっていう思いで生きてました。何が何でもと思って忘れないでくれよと思って、ここでは不作でしたけどねとか。面接って自分たちがジャッジされるって思い込みがちだけど、やっぱり1対1の会話でその対等な精神がやっぱり一番の秘訣な気がする。よくないそんな。でもねその時はちょっとねよくないですけど強気でしたね。はい。じゃあ今はもうこう見返したったぞみたいな感じですか？もしねその面接してくれた方がどこかで見て、ああの時俺こんな会話したなっていうのをどこかでね飲み屋とかで話してくれたら嬉しいなって思いますよね。うん。いつか飲み明かしたいです。はい。ありがとうございます。テレビ朝日アナウンサーの田中萌です。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。